さあニコライン動画後編、はい、宿命の御殿山編ももはやこれが泣いても笑っても最後です。最後ですね。はい、はい、まあ私嵐は寝台の画廊伝説衝撃取れまして、はい、取れなきゃよかったのにとか言いましたけど、言いたくないんです。言いたくはないんです。だからもう後編で俺はもうやるしかないです。はい、もうあとはもうぶちかますだけなんで、お願いします。はい、気合い入れて頑張ってまいります。はい、これ自分は朝から打ち続けているオス番長2、まあ最低でも残り ART ゲーム数は300以上残ってるんで、まあラストまでぶっちぎっていきたいなと思っております。まあそういったわけで、はい、希望はでっかく、そうですね、そして大きな勝利を、大きな勝利を頑張りましょう。頑張りましょう。はい、はい、元気しかありません。やります、はい、やります。ニコナニ動画。はい、それでは泣いても笑っても最後になりますから、とりあえず頑張っていきたいなと思うんですけども、ここで好材料とは言えるかどうかは分かりませんけれども、衝撃の3台、僕以外の2台が今非常に出てる状況ということで、塊でやる可能性もやっぱりゼロではないと思うんですよ。あとはですね、もう大と、そして己を信じて頑張るしかないと、ちょっと腹をくくって打っていきたいと思います。まあ飢えた狼改め超えた狼の力を見せてやりますよ。とりあえずですね、現状といたしましては、ビッグ終了後、ビッグ中に、6択メールを1回当てていますので、一応ですね、チャンスという絵柄が出た場合でも実戦上 33% でバトルに当選しているとデータあります。まずはその3分の1を突破できることを信じて、この前兆を消化していこうかなと思うんですけれども、どうかな、ちょっと演出的に弱いんで、あ、見てくれました。これをちょっと足がかりにしたいですね。ライデン、まあまあ、いや前半戦はバトルの内容もひどかったですからね、後半ではこの辺りもしっかりこう収束してくれるような状況を祈りたいなと、まあ、とにかく子役の引きが鍵を握る台なので、ただ前回も厳しい状況下の中勝ちましたからね。諦めは禁物です。おー、少々気合だ、気持ちで勝つ、それお頼む、あ、コンボした、これはちょっと可能性あるぞ。いや、まあ復活がありますが、復活がある、あー、ない、あ、まだ衝撃ゾーン続いてる。これはバトル敗北の衝撃ゾーンというのはこれレアケースですから、ストックある可能性高そうですよ。あんまり見ないパターンなんですよね。ちょうどまあまあまあマジか、ダメっぽい、冷やかされましたね、完全に。まあまあ、めげてもしょうがないです。次なるチャンスを目指して頑張りましょう。もうここまで来たら開き直るしかないっすわ。ニコナニ、はい、これ対決いって強チェリーな、強チェリーは上乗せ確定なんで、後告知に回されます。よっしゃー、再始動は3桁以上確定なんでね、
いやありました。いや着々と減ってたからどうしようかと思ってドキドキしてた。いやここで200のゾーンをスルーしちゃいましたね。まあ、なんだかんだ特定役会場に助けられてたんで、まあ、ここまでのボーナス8回すべて、まあ、250のゾーン以内というふうに入ったんですけど、ここで超えてどこまで持ってかれるか、で次当たる時までに ART が継続していられるか、そこすっごく重要だと思うんですよね。さああと告知確認できているだけで最強ジェリーと強ジェリー、まあ、最低でも120、さあいくつか頼む。120と最低限といったところでしょうか。もう少し惜しかった。まあオープニングで後半ずっと出し続けるとかちょっとかっこいいこと言っといて、こんなまだ開始して30分ぐらいで終わるのはちょっとかっこ悪いっすよね。嵐さんに報告できなくなっちゃうんで、もう少しなんとか、よし、よっしゃ、ありがとう。いや願いが通じた。口に出してみるもんすね。お、チャンス名王は最強ジェリー。よし、ちょうどこの数ゲーム前、先ほど100乗せた弁当箱で降格 A に上がってたんで、このチャンス名は期待できるはず。ああ弱い。よね。降格 A のチャンス目30杯以上あるから、ここが勝って欲しかったな。さあもう400のゾーン入ったんだね。ここら辺で入ってもらわないと大変苦しい。行くとこまで行っちゃうんで。ここはさあ残りも100も切って400のゾーンもスルーして苦しいなあ。あれ今日こんだけ ART 消化して初めてから1枚役。よし、なんでしょう、口に出すと全て、まあ、その通りになる、そういう日なのかな。ありがとうございます。はい、490ゲーム RB ですね。あーこんな日もあるんだな。お、よし。まだなんとなく内部的にいい状態にいる可能性、あ、いいところで。おー、そうそう。強テリーですね。あ、いきなり、あ。チャンスだね。20人チャンスボタン、あ、デカカットイン、これはちょっとボーナスに期待。あーなるほど、あーしかもここで強セリー、この2発まで当たったことに乗りたいですね。だって無駄引きになっちゃうもんこれ。
お、ちょっと潮目が変わった気がするぞ。うわ、しかもなんかレア役引いたっす。頼むぜ、アリスの期待を裏切るなよ俺。いやー、久しぶりに追加投手なしでつながりましたね。こうやって一歩ずつ進んでいくしかねえ。残念ながら今回は6タグベルの正解はなしです。ただまあ一発目の強制リーが投手当選じゃなく2発目で当たっていたんですから、バトル当選の可能性も十分にあると思います。お、第3で激しくフラッシュ。早えなあ。さすがにちょっと厳しそうです、うん、ニコナニ。ラスト、継続確定演出は出ずと。でも継続確定演出出なくても十分継続する可能性はあるんでお願いします。ないと。はい。あっさり1ゲームで終わっちゃったけど、はい、とりあえず長かった700ゲーム続いた ARD も終了しました。やっぱり奇数濃厚だしな。うん、引き戻しに期待は薄いけど、まあ期待せざるを得ないですよね。まあ、終了した2ゲーム後からもうすでに予兆が出てるんですけど、引き戻し当選してるときって意外と早いんですよねって言ってるそばからこんなの出てます。先で大丈夫。え、やばいよねこれ。おる。よし、これなんだろう。まあいただき着物しかモード B。 まあ前回レグの時カオル先生まで出てないしか出てないからなんとも言えないけど、おお着物した。引き戻した。いやー、びっくりしましたね。まあ正直期待してなかったんですけど、まあ135奇数でまあ約 22% 前後の引き戻し、まあそこにうまく引っかかってくれたんかなと。ありがたい、助かった。往生せいや、あら弱い。おー、乗った。いいっすね、こうやって諦めた時に意外とこういうところで乗せてくれるっていう、
こういうとこに中毒性があるんですよ番長は。よしで、うん、よっしゃつなげた残り11。これ今の対決中に引いたチェリーの同時当選分だと思います。お、久々に狙う。おう、青菜だ。なんだろう、あー混乱した。多分当選要因はチェリーだと思うんだけどな。頼むぜ、多分時間的にも今日最初で最後の青菜なんだ。あーやめて、続いて、あーあー ART 以上の青菜だったのに何もできなかった。あー無力。あニコナン、まあビッグ自体は設定差以上に、まああのビッグだけを見れば設定6以上の確率で引けてますからね。これはいよいよ大の良し悪しっていうよりは俺の責任っぽいな。まあ今日レア役だいぶ引けるようになってきましたけど、降格中に同時当選の方を引いて、非降格中に非同時当選の方を引くっていう、まあ噛み合わない典型的なパターンですね。これもまあしょうがない、ちょっと追加同時しましょう。また何も起こらないモードに突入か。もうちょっと長ければな。おしおし、やっぱ全長は長ければ長いほど熱そうですね。大体合戦の時16ゲームとかで発展しちゃうんで、久しぶりのバトルだ。ションメイ、あーピリきた。さあね、誰が相手でもやるしかねえんだよ。やばい、なんでバトル中になるとリプレイすら引けなくなっちまうんだか、不思議だよな。おお、ガードした。1回ぐらい引こうよ。いやー子役ゼロですよ。結局ゼロ。そらそうだ、子役を引いてなんぼのゲーム性なん。いやーちょっとひどいな。うわ、
とりあえずちょっと周りの様子見ますか。もうちょっともうこれしょうがない、どうしようもないわ。今日の俺にはちょっと相手が悪い。ニコナン、まあ、とりあえず、まあ、ちょっともう打てる台ないかもしれないですけど、まあ、一応チーム戦なんでこれ以上ちょっと辻君に迷惑がかけられないですね、やっぱり。あら、あ、あ、開いてんじゃないですか。開いてる。まあレギュラーが300分の1連で、まあとりあえずですね、攻撃の方はやめてこの台を打ちます。まあ中間設定以上の数値であるのは間違いないんで。ニコナン、なんかすごいことになってたね。いやー、さすがですわ、頑張りました。狙撃の方はいかが、後半どうでした。おじさん、はい、本当にね、自力っていう部分で俺っていう人間こんなにダメだったのかって今日思い知ったよどんだけチャンスを潰せば気が済むんだ俺はと。物にできなかった感じですか。全然物にできなくて、あ、まあ一応狙撃は投資950枚の、はい、残念ながら獲得枚数は2枚、2枚、はい、2枚、はい、ちょっと待ってください。今衝撃はは、え、なその後なんか打ちました。いや、あのさ、はい、やっぱり俺もこのままじゃまずいと思って、はいはいはい、ぐるぐるしたのね、はい、そしたら、はい、なんかいろんなところが出てて、はい、心がめっちゃ折れそうになったんだけど、はい、なんかあのニューパレスピーよ、バラエティーに、はい、でバラエティーコーナーにも設定ちょこちょこ入ってそうだなっていうのを感じてたから、まあそうですね、はい、そしたらまあ 6ではないけどなんか4以上ぐらいあってもおかしくないかもしれない的な感じのデータの台がぽっこり空いてて、おおおお、まあもちろん、いや、もちろん、はい、300枚ほどマイナスになりますこら多分本当にミスはなかったから全然映ってないと思う。ただ300枚をドブに流したみたいになったんだけどでも一応終わりまでレギュラーの出現率は、はい、まあ、一応5と4、あ、6の間ぐらいはちょっと言い過ぎなんだけど、言い過ぎ1個だけ持ったけど4と5の間ぐらい1段階持ったんですか1段階ちょっと持っちゃいましたけどもう本当ね、ちょっとひどいありさまでしたで、フレッシュマン辻先生は、はい、まあ、結局まあ最高、最低でも300あるって言ってたものが、はい、後告知で結局100しか出てこなくて、はい、まあ、それもあっという間にポポンと減ってしまって、はい、あー俺かっこ悪いなっていうようなことをつぶやいてたんですけども、はい、まあ、そこで1回 ART 終了した後に引き戻しが発生して、はい、それがまた100乗せたりとか、はい、まあ、なんとかつなぎにつないで、はい、まあ、最終的に3511枚獲得と。3511枚マジですか。マジです。で投資が550枚なんで、まあ収支がプラス2961枚と。2961枚、はい、私が、はい、1250枚なんで、はい、2人合わせても、はい、1700枚ぐらい、はい、リベンジ成功じゃないの。成功ですよ、やっぱりやるね俺たちは。はい、もうすごい怖いんですけど、とりあえず今回は辻君の大活躍により見事リベンジ達成ということで我々の実践を締めくくらせていただきたいと思います。なおですね、次回は NBA エイジさんと突発さんの爆逆コンビによるニコナン動画、こちらかなり熱い戦いが繰り広げられるんじゃないかなと思いますので、そちらもぜひご期待ください。それではまたお会いしましょう。さよなら。さよなら。今回実践に協力していただいたのはニコニコ御殿山店、京阪御殿山駅のすぐ目の前、パスロ254台、最高級のおもてなし、チョメダルシステムを採用し随時会員様も募集中です。ニコニコ満面の笑顔で皆様のご来店を心よりお待ちしております。